で一応14時帰着にはしてるんですけど、はい、家電最終結果と市場の一回結構自転車とかでかいものが曲がってるんです。ヒラメを。ヒラメ狙いですね。ヒラメ狙い。いや、何狙いますか。え、何でもいいです。釣れれば何でもいい。メダカでも釣れてくれます。メダカですか。うわ、すごい装備ですね。完璧ですね。ヒラメ、ヒラメマグチ。はい。3本上げたいですね。ね。今3位につけてるんで。なんとか。じゃあちょっとパズルと干渉しちゃうんで。かかっちゃうんだ。なるほどね。あ、ボタンもつけてきたよ。はい、いってらっしゃい。はい、鳥島さん頑張ってください。痛いですね。毎回坊主だから。風が出そうだから、はい、早打ち勝負でしょうね。そうなんですよ。で出遅れてる感がありますが、ちょっと駐車場待ちで。あ、そうですか。車で来てるんで。あ、大変です。遅くなっちゃいました。はい、今日は風が上がってきちゃいますから。そうですね、ちょっと急いで。はい、急いだ方がいいです。もうこれで、はい、爆笑します。はい、爆笑です。今日は何行きますか。今日はとりあえずマゴチから行きます。マゴチ、はい、はい、でその後釣れたら鈴木で、はい、釣れればの話ですけど。釣れますよ、大丈夫ですよ。頑張ります。はい、なんか今日は渋いみたいですね。そうですね、ちょっと仕掛けを作り直して、はい、もう一回チャレンジします。さあ、いかがだったでしょうか。釣果はダメです。全然ダメでした。当たりもなし。一回バラシです。あ、そう、はい、はい、残念。はい、やったー、鈴木さん。はい、おめでとうございます。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。やった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 。ありがとうございます。鈴木です。鈴木、はい、シーバスです。おめでとうございます。ちょっと上げてもらっていいですか。はい、はい、どの辺で。漁港のちょっと手前ぐらいですね。はい、スピンテールできました。アタチ鈴木さん、いやいいですね。最高でしょう。これは気分いいですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、アコンブでやっかい。なんでそんなのばっかり毎回釣ってくるんですか。綺麗に撮ってきますか、ね。はい、全くのゼロ、当たりもないです。ダイスの使い心地はどうですか。ダイスはすごくいい。ダイスはすごくいい。あれは細い隊長ですね。ちっちゃいよ。ちっちゃいよ。これはリリースですよ。リリースサイズですよ。スピンテールですか。そう。イエス。やったやったやった。ダメですよ。超悲しい。戦略失敗。作戦失敗ですか。どれですか。よし。それなんかギャグですか。あ、ルアーじゃなくて。ルアーですよ。ルアーで。え、ルアーで。それがルアーじゃないんですか。そう、これがルアーかと思って、これ持ってこない。へえ、こんなこともあるんだな。ね、こんなの釣れちゃうんですよ。まだし。いかがですか。当たりもないです。何もないですか。もうその
引きずり方はもう絶対魚がついてるなと思って、いやー見事なマゴチだこれは。はい、ちょっと上げてもらって、いやーやっちゃった、ついにやっちゃった。ありがとうございます。素晴らしい。はい、ありがとうございます。切り替えはちょっとこっちが、あもう一回行きますか。もう一回行っていきます。はい。いかがでしたか。超過ありましたが、エイが釣れました。エイ。お気合で釣ったってことですね。エイだ、エイですから。あの、はい、今の先です、ね。初めて。結構大きいエイですか。こんなもんじゃない。ああ。ひらめたと思ったら。はい。エイでした。どうでした。ダメですよ。ボンですよ。ボンですか。全然引っ込まないですね。当たりも来ないですか。当たり来ない。はい、お疲れ様です。頑張れ。いや、あげましたね。ちょっとね、コンパクトですけど、ね、よかったじゃないですか。よかった、よかった。ね、上がって。はい、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 おめでとうございます。おめでとうございます。やりました。なんすかそれ。え、なんすかそれ。これなんすかこれ。これ今日長さ勝負でしたか。いや長いっすねこれ。なんか柔道の帯みたいですね。帯みたいな魚、これは何ですかこれは。私もよく存じ上げないですけど。やったやった、スーさんやりました。何でもいいんです、下道しよう。下道しやりました。来ましたね、さすがですよ、お見事です。いや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 、来た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 、まごちくんいい顔してます。形もいいですね、バランスね、いいサイズです。バランス取れてますね。え、どの辺ですか。いやもうあのビーバーのテトラの裏です。あーよかったよかった。あ、すいません、ダメでした。ダメですか、今日も、はい、残念でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、釣果は。はい、あ、カサゴ。あ、ちょっと見せていただいて。おお。いましたね、そこに。ちょうどいい、生けすみたいになってて。いいじゃないですか、カサゴくん。元気ですか、カサゴくん。いいです、これ美味しいですよ、きっと。そうですね。うん、このカサゴは。はい、はい、はい、おめでとうございます。いかがですか、コジャンキーさん。ボンスです。ボンスですか。当たりもありません。コジャンキーさん、言ってください。さあ、テルさん、チョーカー教えてください。あかんでした。あかんですか。当たり1回でおしまいでした。あ、そうですか。残念です。あ、テルさんでもやっぱ釣れないんですね。いやそんなにやっぱり海に出てる人にはかなわないですよね。はい、お疲れ様でした。来年は頑張るぞ。上げてきた、上げてきた。はい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 、やりました。ひらめ、はい、見事です。やりました、やったやったやった。お魚くん見ましたよ。ちょっと今日は出遅れた感がありますけど。何もございません。何もない。ノーフィッシュですか。はい、マゴチを目の前でバラしました。バラシですか、もったいないですね。おお、おお、おお、サバ。サバ。サバね。はい、はい、おめでとうございます。はい、いやーすごいし、やっぱしげちゃん、うわでっか、見事ヒラメ。じゃあ見せてください、しげちゃん。いや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 、素晴らしい、やったやったやった、お見事。やっぱり
独自の釣り哲学を持つってことが大切なんだな。何が違うんだろう。いかがでしたか。ノーフィッシュ。はい、お疲れです。すごいすごい、やったじゃん。こう幅が広いよ、そのマゴチ幅広いよ、うん、重さは結構あると思うよ。やったじゃないですか。やりましたね、菅原大先生。最終戦ですから ね、 ね、風もね、吹いてきちゃったしね。ああよかったよ。空調の前あたりかな。ああいいじゃないですか。これは絵になりますよ。はい、おめでとうございます。まごちの菅原さん。肩かぶってまごわらって言ってる。まごわらさん。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。できました。はい、ちょっとね、人がいっぱいついたんで、今日の1位は私です。ありがとうございます。イエーイ。今日の2位はしげさん。正解は山本と真子。今日の3位が、お、直人。おお、直人、ありがとうございます。で、4位が阿部さん。阿部さん、今日何回目ですか、ザップ西。まだ数えることです。すげー。で、5位が菅原さん。おお、絶好調ですね。で、6位が鶴島さん、鶴ちゃん。鶴島さん。で、カルロスが揃えてくれました。すごい。じゃあ6位から、優勝6位から。引っ張りますね。なんと、この方もサップフィッシングやられて、あんまり日にちがというか回数来てないと思うんですが、最近絶好調の菅原さん。おー、やったー。今日のマゴチも来ましたね。ありがとうございます。初心者マークであるんですけど、参加していただいて楽しくなってですね、今は一位あの冬沼なんですけど、あの肘がのここあたりで、結構やっちゃってます。楽しい。皆さん、この方もなかなか大会で結果出なくて、でも一発すごい日があったんですけど、ヒラメとマゴチをでかいの一気に釣ったスーさん。今日ちょっと変な名前が出てますね。今大会の締めという細く長く来てこうかな。素晴らしい。ありがとうございます。はい、次4位なんですけど、この方も大会出るたんびになんか坊主がないな、コンスタントに釣ってるなっていう方で、鶴島さん。はい、次3位、ちょっと今日インチキっぽいの釣ったんですけど、私です。おお、2位はそういうことで隊長。これからも少しずつですけど、人も増やして、いろんな釣り方を覚えて、みんなでいろんな魚が釣れるように楽しんでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。年間チャンピオン、そろそろ自分気づかれてると思うんですけど、しげさん。この大会ですね、体調に勝つことだけを目標にですね、今日やってきたので、勝てて非常に嬉しいです。どうもありがとうございました。おめでとうございます。かっこいい。やったぜ。かっこいい。はい、撮ります。はい、はい、チーズ。それ言ってない。早くやれ。